ソンクラー県ソンクラー県は、太陽国、南部の県の一つ。サトゥーン県、パッタルン県、ナコーンシータンマラート県、パッターニー県、ヤラー県と接し、マレーシアとの国境も有する。県名は、マレー語のシンゴラに由来する。ソンクラー市の近辺に、ライオンのような山があるからである。ソンクラー県は、他の県と違い、県庁所在地が一番大きな軍ではない。県庁所在地である。 ムアンソンクラー郡の人口16万2739人に対してハートヤイ郡は37万8002人とより大きい。このためソンクラー県の県庁所在地はハートヤイ郡であるという勘違いが大に一般でもよく起こっている。ソンクラー県はタイランド湾のマレー半島に位置し県内最高峰はカオマイケオである。県北部には大災大の湖、ソンクラー湖があり、 その面積は1040平方キロメートルで、南北78キロメートルもの長さを抱える。また、ソンクラー湖の淡水は、ソンクラー市の近くで海に流れ出している。ちなみに、湖では、エーヤワディイルカが湖に生息しているが、現在乱獲により絶滅の危機に瀕している。現在のソンクラー県庁所在地周辺には18世紀、後半から、多くの家境が、中国の関東省。 福建省から土来した。1769年には、福建省省州府会長県出身の家境を、ゴーゆるが税務官に任命され、ソンクラー家を建てた。ゴユズルるは、税務官の地位を利用しソンクラー家を、ソンクラー経済を操る一家にまで成長させた。1777年にはそれまでの国主が廃され、ゴユズルるが、ソンクラー国主に任命された。この時、 ゴーユズルは、ルワンウイチエンキーリーの間に、金釈名を可視され、ソンクラー家は、ソンクラーの経済だけでなく、政治をも操る、ソンクラー最大の名家にまで成長させた、ソンクラー家の家屋、現在ソンクラー国立博物館1786年、以前の国主が地位を取り返そうとした事件があったが、失敗。これにより、政敵のいなくなった、ソンクラー家はますます力をつけ、 ごユズる以後八代にわたって、ゴシカ人政権が続いた。しかし、1901年、ダムロン・ラーチャヌ・パープ新王によって、地方行政改革が行われ、ソンクラー家出身のプラヤー・ウィッチ・エン・キーリーを最後に、ソンクラーのソンクラー家独裁政権は終わった。現在、ゴシの家は、ソンクラー国立博物館として一般に公開されている。現在、ソンクラー家には、 マンコル・ NA ・チャウンクラーがいる。住民の23.2。検証検証は、ホラガイが、ガラスのトレイに置かれているところがデザインされている。検木は、アゼイ・ダークタ・エクスクエルザである。ソンクラー県は16の郡に分かれ、その下に127の町と、987の村がある。ムアン・ソンクラー郡サティン・プラ・郡チャナ郡、ナータウィー郡テーパー郡。 サバーよーイ軍、ラノート軍、クラセーシン軍、ラッタプーム軍、サダオ軍、ハートヤイ軍、ナーモム軍、クワンニエン軍、バーンクラム軍、シンハナコーン軍、クローンホイコーン軍、ありがとうございます。